平泉文化遺産センターでは世界遺産登録3周年記念特別展が開催されています。秀平と義経が夢見た理想郷、どのようなイベントなのか平泉町観光商工課高橋課長に聞いてみましょう。平泉の文化遺産が世界遺産登録されまして3周年になります。それを記念いたしましてですね、人形やそれから体験型の展示を通してですね、文化遺産の価値をですね、分かりやすく皆さんに知っていただこうという企画になっております。おや、これは毛通寺大泉ヶ池に浮かぶ流氷劇集、どんな場面を再現したんでしょうか。源義経公が平泉に2度目に来た時の様子を再現しておりますし、藤原の秀平公との対面の場なども展示してあります。さらにですね、体験型のイベントということで住人一目が着れたり、それから牛車に乗れたり、そのようなものも今回の目玉にしておりますので、いらっしゃっていただきたいと思います。牛車の中は意外と広いですね。横笛は義経も吹いていました。綺麗に音が出るか試してみてください。等身大の秀平や義経と記念撮影もいかがですか。町としては今後もですね、平泉の文化遺産を分かりやすい形で、解説していくと、今回もですけども、さらに、5周年に向けてですね、さまざまな形で、展開しますので来ていただきたいと思います。細部も丁寧に作られた4分の1サイズの展示模型、平泉の華やかな時代の様子を再現しました。秀平と義経が夢見た理想郷の世界をぜひご堪能ください。11月16日まで開催中です。